じゃあこんにちは、鶴豊さん、はい、今日の動画では、はい、今年豊さんが期待した若手の選手たち、はい、一体今年1年どうだったのか、はい、そして今後の課題、課題な、はいはい、これを今日の動画では豊さんに、そうだな、はい、ズバズバ言っていただきたいと思うんですけれども、はい、まずはセリーグ、はい、セリーグ豊さん、まあ、いろんな期待した選手、若手選手いたと思うんですけれども、はい、まあ、ヤクルトは、はい、やっぱ長岡、あ、最初から高津監督が使うって言って、はい、本当に使い続けて成長したけど、はい、守備率もいいし、まあ、ヤクルトのね、まあ、ショートが決まらない中、はい、長岡がこれから先埋めていくんだろうなっていう素材の選手だよね、うん、お、じゃあまあやった、期待通りにやってくれた、あとはねバッティングの確率を少し上げることだよね、で守備はもっと上手くなっていくと思うから、だからまあ長岡は良かったね、まあ、100点満点に近いですか ね、はい、あとは中日岡林、あ、ね、ね、うん、もう100点もう100点そうですよね、もう立浪監督の記録も抜いたし、はい、ね、だから最多安打、はい、もう並んで取ったのかな、そうですね、佐野とね、うん、あ、だから立派だよ、いや素晴らしいですよね、よく頑張ったよ ね、あれだけ打てない打てないって言われた中で、はい、よく頑張ったと思う、大島選手とね 1,2 番コンビとも ね、 そうだね、組みましたし、はい、素晴らしい、あとは、まあ、巨人の若手投手陣、はい、もうひとまとめにしちゃうけど、やっぱ素材は素晴らしいな、うん、これがあのチーフ投手コーチが入って、はい、どういうふうに戦える投手になってくるのか、はい、今まではこう自分の中で戦ってたけど、うん、相手を倒しに行く戦い方ができるかどうか、はい、勝てる素材を持ってる投手が多いね、そうですよね、だからドラフトの時にいやピッチャーじゃないのって一瞬思ったけど、うん、やっぱあれだけ若い投手陣が結構いるっていうことを考えると、やっぱ浅野ドラフト1位行ったって、うん、それも取れたってね、まあ、これなんかこう来年の勢いになるかなっていうふうには思ってるけど ね、 そうですね、その中で秋広がちょっと出てくるんじゃないかなと思って期待したんだけど、はい、まあ、結局出てこなかったよね、そうですね、だけどファームでのホームランを見てると確実に成長してんな、お、うん、何か変わりました、やっぱ体幹が強くなってきてる、うん、あれだけ大きい体を持ってて、はい、で早く俊敏に動かすっていうのはやっぱ相当体幹を鍛えないとできないと思うんだけど、はい、その体幹がやっと出来上がってきたかなっていうの感じがする、うん、だから来年あたりこう期待できるよ、お、あと去年はオフに中田選手と一緒にトレーニングされてましたけれども、うん、なんかいいものをそこで掴んで今年も一緒にやるんですかね、まあ、どうだろうな、うん、それは分からんけど、お米をすごい食べてた、お米食って、まあ、食って絞る、食って絞る、で体幹が強くなる、うん、まあ、そういうやり方もあるけどもね、はい、まあ、だけど本当に体が強くなってきてることはすごくファームのホームランを見て感じたんで、うん、だから期待できると思う、あと課題、まあ、課題はねなかなかね見てないからわからないけど、はい、まず体作りだよね、うん、ああいう子は、はい、だから体幹が強くなったっていうのはもう1段階も2段階も上にいった、うん、振るとかバットコントロールっていうのは長けてるものがあったから、はい、あとはやっぱり慣れだよ、うん、だから慣れることのチャンスをつかむという、その慣れのチャンスをつかむ秋広選手、はい、そうですね、はい、じゃあそして DeNA 森選手、あいつはさ、はい、なんかこうキャンプの時怪我してな、名馬は怪我しないんだよ、あすぐ怪我しちゃうんだよ、それ何が怪我につながっちゃうんですかね、何どういうこと、まあそのまあ、身体能力とかね高い高いって言われてるけど、うん、本当に高いやつは怪我しないから、そこまで身体能力ってことに、うん、いやいや、まあ、身体能力が高い選手なんだけどさ、うん、まあ、ちょっと隙があったり油断があったりとかするんじゃない、だからキャンプでやったことが、はい、オープン戦の中頃だったかな終盤だったかな怪我して、はい、もうパーになっちゃった、うん、だからまたやり直し、まあ、今年後半からこういろいろ使われ出してきたけども、はい、まだまだやること山積みだしね、うん、あとはレギュラー取るまで遊びはちょっと考えた方がいいんじゃないか、うん、そうですねちょっとと思うよ俺は、うん、俺、まあ、自分のこと言うの変だけども、うん、俺3年間本当にね飲みに行かなかった、うん、遊びに行かなかった、これ先輩に誘われても断ってた、そうなんですか、うん、俺3年で辞めるつもりでいたから、ええ、いやいやレギュラーじゃなかったら、あ、そうだった、だから3年目にレギュラー取れたけど、はい、しっかりした、だから俺はあんまり長い世界だらだらいるよりもダメだと思った瞬間に辞めようと思ってたから、はい、だからそのぐらいの覚悟でやったからね、だからそのぐらい、まあ、自分の覚悟と森の覚悟は全然違うかもわかんないけど、
けど、うん、やっぱりこう野球に集中する時間をもうちょっと作った方がいいな。そうですね、うん、ちょっとその横道にそれるではなくて、もうね、本当ね、中途半端な遊びよりもレギュラーになって遊んだ方がもっとね、楽しい遊びができるから。そうですよね、うん、そうですよねって遊べって言ってるわけじゃないよ、まあうん、まあ遊びを別に推奨してるわけではないですよね。もっといい人が集まってきてくれるということ、うんうん、そういうことですよね、うん、悪い人と付き合ってるとは思わない。そういうことではないですけど、だからなんか言うとなんか誤解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 ってなるからさ、今頑張るべきところ、今頑張る、今頑張らないで、うん、いつ頑張るんだよって。そうですよね、そんな感じでみんな期待してるからね。本当そうですね、はい、あの守備に関してはどうなんですか。守備に関してはね、肩が強いから、肩の強さで今なんかこう見せてるけど、まだなんていうの、力任せに投げてるんだよね。これを体が使って投げれるようになるともっと楽になるね。難しい、うん、だから素材的にはもう一級品だから、うん、ね、頑張れ、うん、ね、そうですね、はい、さあそして阪神、はい、サトテル、ちょっと小さくなったな、バッティングは。それはどう、やっぱね、去年60打席ぐらいノーヒットっていうのがあったでしょ、はい、あれが結構ショックだと思うんだよ、うん、彼の中ではね、うん、で同じ夏場を迎えて割とこうコンパクトに対応していったけども、やっぱサトテルの魅力ってさ、はい、2割5分でもいいから40発じゃない、50発じゃない、だからそこにもう一度戻してほしいなと思うよね。それあんまり小さくなっちゃうと、甲子園だとホームラン出にくいんだよ、左バッターはね、浜風が邪魔して、はい、いやいやそうじゃない、今大きく大きく育てようって、うん、ね、だからそんな感じがする。本人の意思なのか、それとも例えば監督コーチとかが今年から、いや周りが言うから、ああ60打席ノーヒットだとやっぱ使えないから、うん、そうなってくるとやっぱこう自分でもコンパクトとか、まあ、4番を打たせてコンパクトとか、ランナーがいるときは返したいとか、それは分かるけど、あの素材を持ってして20発ちょっとじゃちょっと物足りないよね。そうですよね、うん、だからもっと大きく育ってほしい。あ、だから岡田監督が変えていくと思うけどね、はい、うん、まあ、そこに期待はしたいと。そうですね、でも去年と今年だとサトテル選手着実にその成長っていうのはしてるんですか。あ、してるしてる、まあ、してるけど小さく成長してるよね。みんなが望んでる成長ではなくて、はい、成長はしてるけど、これ自己満足の成長というかさ、ファンの期待に応えなきゃいけない、はい、でそれだけの素質を持ってる選手だから、うん、もっと大きく大きく育ってほしい。そうですね、うん、そして広島です。広島小園、はい、出たね小園、出てきました。今年最初あれだったですけどね、めちゃくちゃだったな、はい、めちゃくちゃだったけど、まあでも彼はやっぱり広島を背負っていく選手だなと思ったね、うん、それどんなところで、いや、やっぱりこう粘り強いよ、まあ、最後の方はこうグーッと上げてきたし、うん、あ、だからなんかこう結婚して落ち着いたなっていうような感じがするね。お子さんも生まれて、そう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 、うん、だからそういう意味ではすごく俺は子供を一押しで期待をしてるんで子供おじさんですもんね、子供おじさん、子供おじさん、なんかな、うん、まあ、だけど子供はやっぱこう成長してるし、今年の春先のバッティングを見て、あ、これ今シーズン苦しむなと思って、まあ、確かに苦しんだんだけど、はい、最後の方はなんか自分のものをつかみつつ、うん、また伸びていったというね、うん、まあ、そういう姿を見てると、ああ、この子は大丈夫だなって、やっぱセンスがあるなっていうふうに思ったね。そうですね、うん、ただ課題を挙げるとすると、まあ守備もそうだな、もう一つ確実性を身につけてほしいな、うん、フットワークのいい子ではあるんだよ、悪い子ではないんだけども、うん、やっぱもう少しなんていうのかな、細かく使えるといいな、フットワークが、うんうん、だからこう常にこうパッパッパッじゃなくてパッパッパッっていうような、あ、そういう細かいこうステップワークができると、はい、もうちょっと上手くなるかなと思う、ね、うん、あとはハンドリングだなと思う。あ、そういうの口がいるから見なさいよ隣でもうお手本がいますもんね、もうお手本が、でもあれはね、はい、お猿さんだから、はい、真似できないんだよね、なかなか、まあ、うまいからね、すごいですね、菊池選手は。さあパリーグですけれども、パリーグは何と言っても清宮だな、自己最多本塁打いきましたしね、自己最多本塁打ってそんな数字で満足しませんよって清宮選手、もっとあなたは打てるでしょっていう、あ、でも野球に慣れてきたな、一軍の野球に、あ、ようやく、いや、もう新庄監督に感謝だよ。そうですね、使ってくれたもん、でもそれに応えたけどね、期待に応えたけど、はい、だからここで言いたいのは、はい、清宮は高めをよく振るんだよ、あなたはローボールヒッターだよって、うん、高めのボールを振ってるようでは相手の術中にはまるよって、うん、高めは絶対振っちゃダメ、低めのボール球振っていいから、はい、低めを狙っておきなさい、低
めをホームランできるバッターだから、ローボールヒッターなんだよ。高めは下手なんだよ、打ち方が、うん、高めはよくやっぱバットに当てやすい、よくボールが飛ぶとかいろいろ言われるけども、清宮はやっぱローボールヒッターだな、ベルトより下をホームランを打てるバッターなんで、それだけやっぱすごいんだよ、うん、ピッチャーが投げたい高さをホームランできるから、だからそこを分かんなさいよって。そこ課題ですね。いやだからみんながね、よし高木来たら、ね、うん、あれだぞお前逃すなよとか言うけど、彼の場合は低めなんだよ。だから彼は低めを狙って打ったらこれはもう30発だって。札幌ドームで、はい、あの低めをどこでも放り込める力あるんだもん、うん、そうですよね、魅力だよ。でも成長したと思うよ彼は。あの、ゆたさん、今シーズンが始まる前と終わった後で清宮選手の成長具合、今年どのぐらいですか？俺が清宮のことで最初に話したことっていうのは、うん、覚えてる？忘れてたろ。はい、ほらね、適当にやってた柳田選手とあのバッティングフォーム、うんのテイクバック？違う、一つの動作が丁寧になったよって。あ、で一つ一つを考えながらやりだしたよって。ただ分回すんじゃなくて、うん、一つボールを打つにしても丁寧に打ってセットアップからこう決めて打つようになったよって。一つ一つの動作が丁寧になったよって、うん、まあ、それがこう成績として現れてきたよね、うん、だからいい方に向かってると思うよ、うん、うん、まあ、来年は今年以上に打つと思う。そうなんです、ね、打つ楽しみですね。その代わりだよ、はい、限定的に言えば低めを打てばね、ローボール、うん、うん、あのね、高めを彼が打ってる、それはたまたまホームラン行くときあるよ、うん、でも自分の得意な球はどこなんだといえばベルト付近から低めだな、うん、そこです、意識して、うんうん、高めをほっといていい、そこは。いや、こんなとこ打たなくても低めでも入れれるからぐらいの自信を持っててほしいな、うん、うん、さあ、あとはロッテの安田、はい、そうですね、この野郎成長しないんだよ全く。あの、一昨年でしたっけ、うん、あのすごい成長期待できる選手だよねって。この選手は不思議なんだよね、うん、終わりかけの時に素晴らしい打ち方になるんだよな、これは何なんかね、うん、だからその前の年かな、はい、あのクライマックスシリーズで千賀からホームラン打ったんだけどさ、うん、はい、あの打ち方なんか最高の打ち方だなと思ったの、うん、その打ち方が春先できないんだよ今年、うん、何をどうしたの忘れちゃうんだみたいな、はい、そしたら終盤残り20試合ぐらいになってからいい打ち方になってきてるんだよようやくようやく何を忘れて思い出してんだって1年かけて、はい、だけどその打ち方ができると彼もやっぱ30発っていうのは夢じゃないね、うん、うん、夢じゃないし率もものすごい上がってくると思う、うん、あれなんですかね、スタートダッシュというか春先から夏にかけてがあまり忘れちゃうんだ、ぼーっとしてるんだ、暑さで暑くてですかね、いや本当にいやだから素晴らしいなって打ち方を見せてくれたのはもう残り20試合ぐらいかな。これはどういう風に変えていけばいいんですかね。いやだから覚えておくっていうことで、それを継続していかにこうやっていくか、それを自分のものにする、それとも彼の性格上オフになったらもっといい打ち方っていう風に考えてアレンジしてくるのか、それが忘れた原因の一つになるのか、はい、だから本当にあの今年終盤ね素晴らしい打ち方になったんで、はい、それを継続してほしいよな、忘れない、それは間違いなく打てる打者だよ、うん、おうん、だからもう頼むよ忘れないでよみたいな忘れそうですよね、うん、で確実にそのロッテの、ね、4番を背負っていく選手ってもうあの時言ってましたから。井上陽水知ってる？いや、歌何ですか？探し物は何ですか？知らない？知ってます、多分知らない人たくさんいるだろ。え、本当ですか？分かんない、有名ですよもう。まあね、はい、探し物、まあ、YouTube で流せたらな面白いんだけど、そうですね、流したらアウトだから、著作権の問題でね、そうそうそう、探し物なんですよ。いやだからもう探し物が見つかったから、はい、もう忘れない、取っておく、取っておく、取っておいてください、お願いしますよ本当に、ね、期待してるんだから。そうですよね、はい、まあ他例えばオリックスだったらどうですか？まあ阿部なんか頑張ったからな、ピッチャー陣すごかった、まあ、中継ぎピッチャー陣、まあ、野口もね1年目でまあそこそこ頑張ったし、はい、まあでもあそこはなんかこう乗せてまあ行くから、うん、こう働きやすいだろうね。あと宇田川投手だったりとか育成、ああまあ半端ない、あんなの育成、はい、マジかよみたいなすごいですよね宇田川だ、はい、球速い、フォークは落ちない、あれフォークは普通のフォークと違うの分かる？何ですか？何分かんない。普通はこうやって落ちるんだよ、はい、相手のこうやって落ちるんだよ、ナックルカーブみたいな、あ
そんなかだからフォークでもこう言えばストーンと落ちるタイプと、はい、こうなんていうのスピードを持って落ちるタイプ、スピードを持ってんだよ落ち方に。それなんでかというと回転だな、少し縦回転して落ちる。それも早いんですね。多分俺の 見方ではね、はい、いやだからいやそれはなかなか打てないだろうなと思うよ。ですよね。あんな育成か。オリックスも育成がすごいですよね。山崎総一郎投手もそうですけど。やっぱ福良 GM がいいんだろうな。褒めとこう。仲良しもね。そうそう。そうですね。バリング他にいました、あの若手で。他は次々またやっていこうと思う。あ、なるほど。わかりました。はい。はい